明治プロトコルの状態線イズ明治プロトコルのアクティビティズ明治プロトコルとはマルチプロセッサシステムでメモリやキャッシュメモリの同期を取るキャッシュコーヒーン習とメモリ一貫性のプロトコルでありライトバック方式のキャッシュで広く使われているイリノイプロトコルという別名はイリノイ大学アーバナシャンペーン校で開発されたことに由来するインテルは486プロセッサで以前から 使われていたライトスルーキャッシュに加えて、より効率的なライトバックキャッシュをサポートするとして、ペンティアムプロセッサで明治プロトコルを採用した。そのため、パーソナルコンピュータでも広く使われている。各キャッシュラインは以下の4状態のいずれかにある。状態はキャッシュラインのタグに含まれる。任意の2つのキャッシュがあるとき、それぞれの対応する。 キャッシュラインが取り得る状態の組み合わせは次のようになる。典型的システムでは複数のキャッシュがメインメモリの接続されたバスを共有している。それぞれのキャッシュには CPU が接続されており、それがリード要求やライト要求を発行する。このようなシステムで全体として共有している、指揮翼へのアクセスを最小にすることが目的である。インバラの状態以外のキャッシュラインは、 リード要求を満たすことができる。インバラド状態のラインにリード要求が来た場合、指揮翼から内容を読み込む必要がある。ライト要求を実行できるのは、まだハイド状態か、エクスクルーシブ状態の場合のみである。シェアード状態なら、書き込みを行う前に、システム内の他のキャッシュをインバラド状態にしなければならない。これは、通常ブロードキャスト操作で実行され、その操作を リードフォーオーナーシップと呼ぶ。キャッシュ機構は、マ、ま、ダファイド状態以外のキャッシュラインをいつでも捨てて、インバラド状態にすることができる。マ、ま、ダファイド状態のラインは必ず敷地奥に書き、戻さなければならない。マ、ま、ダファイド状態のキャッシュラインを持つ、キャッシュ機構は、バス上の流れを監視して、対応する敷地奥上の位置へのリード要求をインターセプトして、それを再試行状態にする。 そして自身の持つキャッシュラインの内容を色憶に書き、戻し、そのキャッシュラインの状態をシェアードに遷移させる。シェアード状態のキャッシュラインを持つ、キャッシュ機構もバススヌープによって、他の CPU からの無効化要求を受け取り、対応するラインを捨てる。エクスクルーシブ状態のキャッシュラインを持つ、キャッシュ機構もバススヌープで、他の CPU のトランザクションを監視し、対応する。 アドレス範囲へのアクセスがあったら、シェアード状態へセニーさせる。まだファイド状態とエクスクルーシブ状態は、システム内のそのキャッシュラインの所有権を有しているため、明確である。シェアード状態は曖昧なところがあり、他の CPU のキャッシュが該当キャッシュラインを捨てた時に、実際にはエクスクルーシブ状態になるべき場合があるが、そのようなセニーは、通常行われない。 そういった意味では、エクスクルーシブ状態というのは若干日よりみ的な最適化である。シェアード状態のキャッシュラインに変更を加える場合、無効化要求をブロードキャストする必要があると規定することで、エクスクルーシブ状態のキャッシュラインの更新はトランザクションを必要としないのである。リードフォーオーナーシップはキャッシュコヒーレンシュプロトコルの操作の一つで、 リードと無効化ブロードキャストを組み合わせたものである。これは、あるキャッシュラインに書き込む際、そのキャッシュの当該キャッシュラインが、エクスクルーシブ状態でもまだファイド状態でもない時に行うもので、つまりそのキャッシュラインは、明治プロトコルでは、シェアード状態か、インバラド状態である。この操作により他の、全プロセッサの当該キャッシュラインは、インバラド状態へと遷移させられる。 こートランザクションはそのメモリアドレスに書き込むことを前提としたリード操作である。したがってこの操作は排他的である。それによりそのキャッシュにはデータがもたらされ他の全プロセッサの当該キャッシュラインは無効化される。MSI プロトコルはエクスクルーシブ状態を持たないキャッシュプロトコル。明示プロトコルでエクスクルーシブ状態となるような状況ではシェアード状態となる。 インバラの状態のキャッシュラインに CPU からリードを行う場合、他のキャッシュの当該キャッシュラインがまだファイド状態でないことを保証しなければならないが、その方式はアーキテクチャによって異なる。一般的な方式としては、リード要求のブロードキャストがないか、バススヌーピングで監視する。また、キャッシュ内に各キャッシュラインを最近リードしたキャッシュがどれかを示す。 情報を格納しておく方式もある。まだファイド状態のキャッシュラインを別のキャッシュが持っていた場合、その内容を敷地に書き戻し、キャッシュライン自体は、シェアード状態かインバラド状態へと遷移しなければならない。まだファイド状態のキャッシュラインが書き戻されると、当該キャッシュラインへは、敷地か他のシェアード状態のキャッシュから内容を読み込み、シェアード状態へと遷移する。 ライト要求は、当該キャッシュラインが、まだファイド状態なら、ローカルにキャッシュに書き込むだけで済む。シェアード状態なら、他のキャッシュのシェアード状態のキャッシュラインを無効化する、必要がある。これも、リードと同様にバススヌーピングなどで実現する。その上で、まだファイド状態に遷移してローカルにキャッシュにライトを、行う。インバラド状態の場合、 他のキャッシュのシェアード状態とマダファイド状態のキャッシュラインを無効化しなければならない。別のキャッシュの当該キャッシュラインがマダファイド状態なら、そのキャッシュラインの内容を色欲に書き戻すか、ライト要求したキャッシュに対して内容を送る。なお、一般に CPU のライト要求はせいぜいワード単位までであり、キャッシュラインは複数ワードという構成が一般的であるため、 インバラド状態でのライト要求の場合、書き込みの前に当該キャッシュライン全体を読み込んでおく必要がある。任意の2つのキャッシュがあるとき、それぞれの対応するキャッシュラインが取り得る状態の組み合わせは次のようになる。もしプロトコルはエクスクルーシブ状態の代わりに温度状態のあるキャッシュプロトコル。エクスクルーシブ状態がないため MSI プロトコルに 温度状態を加えたものと見た方が良い。温度状態のキャッシュラインはダーティーであり、色地への書き戻しが必要である。まだファイド状態のキャッシュラインに相当するアドレスに、他の CPU がリード要求を発行した時に温度状態に遷移する。温度状態のキャッシュラインを持つキャッシュ機構は、当該アドレス範囲へのリード要求に対して、色地の代わりに応答する。 すなわち、そのキャッシュラインは他の CPU ではシェアード状態となっている。温度状態でさらに変更を加える際には他のキャッシュのシェアード状態の当該キャッシュラインを無効化して自身はまだファイド状態へ遷移するか他のキャッシュに更新内容を送ってシェアード状態を維持させる。任意の2つのキャッシュがあるとき、それぞれの対応する。 キャッシュラインが取り得る状態の組み合わせは次のようになる。もやしプロトコルは、明治プロトコルに温度状態を加えたキャッシュプロトコル。AMD64 で採用されている。任意の2つのキャッシュがあるとき、それぞれの対応するキャッシュラインが取り得る状態の組み合わせは次のようになる。明治プロトコルに比べると、 ダーティーなキャッシュラインを持っている状態で他のキャッシュからリード要求があっても指揮屋に書き戻す必要がないという点が優れている。代わりに温度状態のキャッシュラインは他のプロセッサに直接変更の加わったデータを送ることができる。これはキャッシュ間のやり取りが指揮屋とのやり取りよりも高速な場合に有利で、例えばマルチコア CPU で CPU ごとに L にキャッシュがある場合などが相当する。しかし、キャッシュラインがクリーンな場合、インバラド状態のキャッシュがリード要求した時応答するのは、主記憶であり、シェアード状態やエクスクルーシブ状態のキャッシュラインは応答しない。ありがとうございます。